星川さん、四季の日さん、こんばんは。こんばんは。私には今付き合ってる彼氏がいるのですが、彼はアニメや漫画は見ますが、特段これといった趣味がなく、言うなれば趣味彼女あーという感じで、会えるときは会いたいしイチャイチャしたいというタイプです。一方私は多趣味で、一人の時間もそれなりに欲しいと思ってしまうタイプです。恋愛タイプは違いますが、こうして一番に思ってもらって愛されているのはすごく幸せものだし、意見をすり合わせて付き合っていければいいなと思っていました。しかし最近困ったことが起きました。私は趣味の一つに人にあまり言いたくない趣味があります。それは BL 漫画が好きなことや、ね、絶対これで選んだよ、はい。そんなことはないよ、別に別に内容が良くて選んだだけです、推しに燃えるたび追廃になっていることなどです、はい。そのためそういったことしているときに彼に LINE などで今何してるのと聞かれた際にはごまかして伝えていました。そうしてるうちに彼は私が何かを隠していると感づき、不安に思ったのか私の X のオタク枠を見つけ出して、これ〇〇だよね、嘘つかれてショックなんだけどと言いました。信じられませんでしたが、本当に私のアカウントだったので話を聞くと、彼はそういった趣味を持っていることは全然いいけど、隠されていたこと、嘘の申告をされていたことが嫌だったそうです。その気持ちは理解でき、嘘をついたことに対しては申し訳ないと思ったのですが、家族や友達にも言っていなかったキモオタっぽい部分やツイートがバレたくなかった私にとっては、納得はできず、むしろ勝手に調べられてむやみに暴かれた気がしてもやもやしてしまいました。そういった私の気持ちを伝えると、でも好きな人のことを全部知りたいって思うのは当たり前じゃない、嘘をついていた方が悪いと思うと言われてしまいました。なるほどね、はい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 、はい。恋人には隠し事なく言いづらい趣味を知られたくないことでも何でも明かすべきなのでしょうか、意見を聞きしたいですということで。はあ、おー重くん、いやあのね待って、どっちの気持ちもちょっと理解できるの。まあそうね、はい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 、これは確かに難しい内容ではありますよ、うん、本当に。自分がこの女の子の立場だったら、調べんなよだるってなるけど、そうですね、私も彼女のツイッターアカウントを特定しようとする彼氏は、まあまあきしょいと思いますね、わざわざ特定までしたんかよってなるけど、自分が彼氏の立場だったら、不安になってめちゃめちゃネトストすると思う。そうね、これはまあちょっとなんか他の男と喋ってんじゃねえかとか、いやそうだって絶対っていう感じはやっぱするな、なるなる、どっちもなる。いやそうだから気持ちは正直両方わかる、わかる。だからごめん、これは正直隠し方もちょっと悪かったんだと思う、多分正直。あ、なるほど、ちょっと隠し方教えてあげてもらってもいいですか。じゃあ確かにちょっとあんま良くないタイプの隠し方だったんじゃないかあ、そうなんだ、隠し方があるんだやっぱり。だからでも確かに初手特定はきしょい、ごめん、お前の彼氏きしょいよごめん、それはちょっと言っとかないといけない、言葉強。まあでもそうですね、まあでも、まあ、正直私的には、まあ、別に、まあ、なんだろう、私がそういう趣味持ってるからかもしれないけど、BL 本とかオタ活くらいだったら、まあ、別に隠さなくてもいいんじゃないかなと思いつつ、まずね、そこはね、まあ正直ね、まあ、どうせだったら、まあ、彼氏さんにも好きになってもらうっていうのも、なんか好きになってもらうとは言わないけど、まあ、普通に理解してくれる彼氏さんなんじゃないっすかっていうところの可能性に一つかけたい節もあるし、まあでも隠したいっていう感じだったのかな、どうなんだろう。まあ家族にも隠してたから、ほんとよっぽど隠したかったんだろうね、この子は。いいじゃん、 BL 本は悪いことじゃないよ悪いことじゃないよ、いや悪いことじゃないけど、もっと自分に自信を持ってそこ別にそこはいいだろ、隠してても隠したいなら私も広めようとすんな。 BL は親にめちゃめちゃ隠してましたけどまあね、家族だからこそ一番言いづらいみたいなのあるかもしれない、はい、そこはね、うん、ライバーになって初めてバレましたけど、あ、そうなんだ、うん、ギリギリまで隠しました、うん、親もびっくりよ、それは。でしょうね、うんまあでも、彼氏がそれあれだね、バレた時にあ、そうなんだみたいな、ちょっと言ってくれなくて寂しかったなで終わればよかったのに、なんか嘘ついてた方が悪いと思うとか言って責めすぎたのがちょっとなんかひどいわ。確かにそこで追求するのは違うかもな、うんうん、彼女を悪者にしないであげてほしい。そうそうそう、それくらいは言ってやん、いや、そう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 、終わらせたら、うん、あ、いい彼氏だなっていうさ、ね、そうそう、
よかった浮気してなくて、うん、みたいなので終わってほしかった。そう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 、あ浮気してないじゃんって、そう、何刀剣ラブ好きなのいいじゃん誰好きなの。いやそこまで言ってないそこまで言ってないやめて、あのついていけないから欲しくはそっちみたいな、そう、うん、そういうね、そうなんか感じだったら、まあ、ハッピーエンドだった。そうだよね、ちょっと余裕がないのかもね彼氏はね。あ確かに、うん、全部知らないと気が済まない、今何してるんだろう。まあそれは確かにな、なんか全部知らないと気が済まないっていうのは、うん、なんかちょっと違うなって気はする、正直。そうだね、うん、だから所詮他人だからさ、やっぱさ、その恋人だとしてもさっきも言いましたけど、まあね、うん、踏み込みすぎも良くない、うん、まあだからなんか心配にならない程度になんか日常生活の話とかしてあげたらいいんじゃないですか彼氏さんに。してんじゃない。でもこれした上でこれえだってさ、した上でこれですか。あの彼に LINE で今何してると聞かれた際ごまかして伝えてました。そんなピンポイントでさ送ってくるわけじゃないじゃん。多分もう毎秒聞いてるじゃんこの人、この彼。毎秒聞いてる毎秒今何してるボットや毎秒何してるボットぐらいだから、まあ確かにした上でそれだったらちょっとやや気性かなという気がしますけどそうですね、やや気性だな距離感。まあ正直、うん、彼氏彼女でも秘密事の一つや二つはやっぱあるじゃないですか。うん、うーん、本当いいの、本当に式の儀はいいのそれで、隠し事はいいの。だって言い方あれですけど、うん、元彼の話とか全然知りたくないもん全然知りたくないもん。まあそうか、でもそれはさ隠してるっていうよりさ言わない優しさっていうかさ、いや自分も隠し事しあってもいいけど相手に隠し事してほしくないな星川あー都合がいいですね本当にもう嫌じゃないの相手に隠し事されてたら。隠し事ですか。うん、まあ、でも言いたくないことがあるんだったら無理には聞きませんよ。お前大人だねまあでもさすがに浮気とかされてたら嫌ですそれは隠し事のそれは嫌ですよ最高峰やで、ね、それは。そうそうそう、最高峰踏まれたら最悪だけどそうそうそう、うん、けどなんか、うん、究極その、うん、隠していてもなんかこう、うん、付き合っていることで、うん、その支障が出ないこと、うんうんうん、付き合って隠していてもその別に支障が出ない内容であれば、うん、いいんじゃないのかなっていう気はします。大人だです。そうそうそう、皆さんこれを見習って程よい距離感で付き合いましょう、うん、そうだから本当に結婚するタイミングとかで、うん、実は私1000万円の借金があるのとかって言われたらおおなるほどってなるからそういうのは言ってほしいけど、あんだけお金は俺に任せろって言ってた式投げでも1000万はさすがにちょっとでかいよな。1000万はねちょっとすぐには工面できないわけだから、うん、ちょっと、うん、何したら1000万の借金ができるんだっていうか、ね、そう昔死ぬほどホストに貢いでたのとか言われたらちょっとそれはちょっときついかもなってなっちゃいますけど、きついなそれは。そこまでじゃなかったの。そうだ、趣味ぐらいいいよ、一つの趣味だよ。いやそう、言いたくない趣味とかね、そうきっと あるでしょうから。確かに、うん、そうなんか実はめちゃめちゃなんかこうなんか、うん、えぐめのそのエッチなビデオ見てますとか、うん、そういうこともきっとあるかもしれないじゃないですか。それは知りたい普通にいやもちろんそう面白いなって思うネタもありますよ、ね、そうだよね。だから式投げが変な性癖持ってるとかはあえて触れないでおくからね星川は、うん、深掘りもしないし、うん、私だってね人に言えない性癖もあります、うんそこまでは言ってくれるんだ。本当に本当になんか、うん、視聴者に惹かれるような性癖もきっとあるのよ。そこまでのある、気になるけど、ある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 深掘りしません。はい。はい、内緒です。なるほど。じゃあお幸せに、これ、はい、お幸せになれるかな。仲直りしないちゃんと、まあでも仲直りはねきっとできると思うので、うん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 、うん、ねうまいことそこはいい感じにこう向こうがね、うん、嫌じゃない程度にこう情報を出してあげてください、うん、ですね、嫌、うん、じゃなかったらね、うん